はい、ということで今週の検査チームの買ってみたということで、ついにね、Apple M1 チップが積まれた、MacBook Air をね買いました。で、まあその様子はまたね、後ほどいろいろ伝えたりとか、もう撮ったりとかしてるんですけど、この MacBook Air を迎えるにあたって、Amazon だったりとか、ビッグカメラとかでいろいろものを買いました。で、まず、はい、これ、まあ、ちょっと透明なんでわかんないんですけど、MacBook Air を、なんていうんですか、両面でね、綺麗に、こう、コーティングっていうんですか、カバーですね。iPhone で言えば iPhone カバーみたいなの、MacBook Air カバーっていうのを買いました。1個。これ1500円ぐらいだったかな。ちょっと本当に近くのかどうかちょっとわかんないですけど、これを買ってみました。で、次、はい、エレコムの、これ、品番がね、ちょっと難しくて、もう品番は読めないんですが、U3HC-A424P10WH のホワイトを買いました。これは、USB3.1 ジェネレーション2に対応してて、10Gbps の最高転送速度があってね、これもうかなり速いスピードで、Type C ね、全部そのスピードで出るっていうのが、ね、なかなかね、現状出てないんですよ。で、これも本当は、ね、ここに HDMI とかさせたらいいんですけど、何もさせないんですけど、今現状出てる中でね、最高速度が出せる、安くて3,000〜4,000円台ぐらいで安くて出せるのこのエレコムのやつ、ただ一つでした。で、これを、ビッグカメラで買いました。で、次、いろいろね、速いスピードの SSD とかいっぱい出てるんですけど、ちょっとね、容量が欲しかったので、スピードは550のね、そんなにスピードは出ないやつなんですけど、今まで持ってた僕のね、SSD の中では一番容量があるやつで、これ2万円ぐらいで、2万9000円ぐらいで売ってたんですけど、まあ7000円ぐらいかな。はい、ついに手に入れました。こいつはね、本当にもう超ちっちゃい。こんなんですよ。こんなちっちゃさ。今までのサイズとはもう全然ね、比べ物にならないぐらいちっちゃいんですけど。はい。で、もう一個。これがね、日頃使ってる SSD なんですけど、この、剥き出しのタイプを、今回は、まあ、これ500メガしかないんで、500ギガしかないので、こういうね、カセットテープ型のケースも買ってみました。はい。ということで、検査 TV の買ってみたは、まあ、今回 MacBook Air を買うにあたってね、いろいろと、グッズを買ってみました。もうなかなかね、いいお値段したんですけど、全部ビッグカメラポイントということで、いやー助かってますね。まあ Amazon のやつだけはビッグカメラじゃないですけど、ポイントじゃないですけど、ということで検査TV の買ってみたは、もうね、机がぐちゃぐちゃでわかんないですけど、 MacBook Air を迎えるにあたって買ったものでした。それでは。